はい、ということで本当に注目度が高かったために、はい、あのもう本当に普段の大丈夫ですか、柏木さん、この、はい、レッドブルを飲んでちょっと若干テンションがおかしな風になってるそういうわけじゃなくて、私炭酸が苦手だなって気づきました。今大丈夫です、無理しないでください。美味しいんですけど、お水がありますから、はい、炭酸を抜いてから飲むっていうね。そうなんですよ、いつもあーちゃんがコーラ飲むときに炭酸が、はい、あーちゃんはシュワシュワのやつが好きなんですよ。で、あーちゃんがもうあこれ炭酸抜けていらんわってなったときに、うん、ちょうだいって言うからもらう。なんか普通のコーラは結構炭酸持ちはいいと思うんですけど、炭酸持ち、はい、そう、例えばこうなんだろう、ダイエットコーラとか、私、はいはいはい、ダイエットコーラを飲むんですよ、うんうん、だからそれは炭酸の持ちが少ないんですよ。あ、ダイエットコーラの方が炭酸の、ね、あ、そう、今激しく構成作家古川光がうなずいてますけど、そうなの、そうなの、どのやつもあの0キロカロリーだから炭酸がこうあんま持ちが良くないんですよ。あ、そうなんだ。開けちゃったらもうすぐ飲まないとダメなんですよ。全然知らなかった。なのにもかかわらず、ゆかちゃんは最初に開けた時にガーンって振って、はい、抜くってか出ちゃうよね、だってそうなんです、シャーって振って、うん、こう転がして、あらかた転がして、あ、落ち着かして、はいはいはい、そしたら同じじゃないの、落ち着かしたら。そうなんです、だから、うん、その炭酸が入りすぎなんですよ、もともと弱炭酸コーラを出せた。そうなんです、それがいい、無炭酸コーラ、無炭酸コーラってなんだ、うん、全く飲んだらもうねシュワッとしないっていうのもね、砂糖水でも飲んでろって話なんですけどね。うん、あ、そうですか、そう、豆知識も手に入れたところで、はい、はい。